2つの国の学生にそれぞれお互いの国についてのファンタジーということをテーマに作ってもらうということを求めています。現実ではできないようなものを考えてもらいながら、でもそこに現実以上に現実感があるような視点みたいなものにしても現実とは違うことができるというのが、このルミオンのようなムービーを使ってできることの新たな可能性だというふうにも思いますので、ぜひ想像の羽を広げて面白い作品を作ってくれればというふうに思っています。どうかよろしくお願いします。